ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回もこの島に住んでくれる人がいるので QR コードを読み取っていきたいと思います。てかさっきちらっとハートが見えたぞ。コティさん、ノリ系、第一印象気さく、特徴、直感&勢い重視、大雑把、楽観的、熱しやすく冷めやすい、ガンガン型、元気の塊タイプ、思いつきで何でもやる、何かやりだしたら誰にも止められない。ケモ耳系来たよ、ケモ耳系男子いいね、いいね。さあそれじゃあマンション見てこう。ハートがある、ハートが誰や。ちょっと待って、先にハート行くね。お、キングってことは子供、新たな子供ですか。誰誰なんて名前になる。あ、でもキングとノリちゃんの子供も普通の名前になっとったよね。結構いいね。お、レベルアップ、もうすぐレベル40やん。結構いくねだいぶいくね。さあ何がいいかな。重ね着カットソー、重ね着カットソーでいこう。はい、どうぞ。服、重ね着カットソーをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ、私からのお返しです。はい、何でしょう。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。自治用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。一つのことも長く続けられないタイプです。ああ、それはでもわかる、めちゃくちゃわかる。すごく飽き性なのでわかるはい、コーンスープどうぞ。ほいほい、どうすか。すごく美味しかった。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか。お、いいね、遊びましょう遊びましょう。対戦絵合わせ、2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。はい、スタート。先行と後行、どちらがいいですか。先行でいきます。アズナのそっくりさんの番です。ほいほい、はい。たこ焼きです。たこ焼き、マス汁です。ふっ、うん、そっか、これ一人でじゃなかったわ。これかな。これ、やった。なんでしょっぱなから当たるの。絶対最初に見とるけん。どれかな。これふっ、アユナのとっくです。お、やったやん、早速。アユナのとっくりラザニアです。はい、あ、いい感じいい感じ、これは私勝つわ。あ、勝ったわ、もう確信やわ。ほら、やったー、パーフェクト行きたかったなパーフェクト行きたかったな。イエーイ、おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝、ミラーボールをもらいました。ありがとう。さあそれじゃあ、友達マークはもしや喧嘩か。とりあえず、お、クリスマス仕様や。いいねいいね。しかし半袖さ、寒くはないですか。暖炉があるけん大丈夫。思いつきで何でもやっちゃう男です。まあ行動力大事。自分は何か大きな目的のために生まれてきた、そんな気がしています。まあね、普通の人とはちょっと違うような気はするよ気も耳ついてるし。はい、コーンスープでもどうぞ。いただきます。クリスマス部屋でコーンスープってなんかいいね。私コーンスープ好きじゃないんやけど結構美味しかったようです。よかったよかった。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。さあそれじゃあ、友達マーク行こうか。のりちゃん。お、ルンルンやん。まあね、もうすぐ二人の間にまた子供が生まれるけんね。あゆなのそっくりさん、来てくれてありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。セガキングとデートしたいのですが、どこがいいでしょうか。いいやん。いいやん。ってことは、ちょっと喫茶店でのんびりと。いいですね。うんうんうん。準備していこうと思います。いってらっしゃい。
さあ、様子を見に行きましょうか。後ろにいるのはゼロさんと、もう一人は一体誰だろうか。ちょっとわからないけれど。ゼロさんのアンテナが目立つ。めっちゃなんか食べよるやん。サンドイッチ。サンドイッチフォークで食べるんですか。え、これデートなの？デートなの？のりちゃんめっちゃ読書しよるけど。一人の時にしよう、それは。あ、リミちゃん。喧嘩じゃない。お邪魔します。電話中やった誰かと。2週間ぶりくらいですか？あゆなのそっくりさん。お久しぶりです。もう、ミレットと別れたいんです。なぜ？どうしたの？何があったの？考え直して。話し合ってきます。ちゃんとね、行ってらっしゃい。大丈夫か？いやー、危機を乗り越えて。あ、怖い怖い怖い。マジで？マジで？ちょっと待って、ミネットさん別れるの二人目じゃないですか？ミネットさん別れるの二人目じゃないですか？リンちゃんはどうやった？やっぱり、ダメでした。なんでだ？どうしたんだ？やっぱりちょっと YouTuber とは、時間が合わないとかそういう。でももう早速次の恋には意欲的なんやね。それはいいと思う。ちょ待って。超大好物大好物ないんか？で、とりあえず、サクランボでも食べて元気出してよ。いただきます。どう？結構美味しかった。よかったよかった。まあ、サクランボ美味しいよね。アメリカンチェリーとかすごいいいと思うよ。マジかー。なんでなんだなぜなんだはい、コティさん、ちょっと遊びましょう。遊んでください。はい、遊びましょう、遊びましょう。共通点クイズ。二人の見る共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。共通点クイズ、第1問。第1問。定点。レントダーリーは新しい人が増えてきたらね、共通点クイズの難しさがね、上がるんよね。どうやっけ？はい、持ってる。ケン君持っとったかな？ああ、持っとった。よかった。共通点クイズ、第2問。第2問。定点。レイちゃんとクロカゲは今同じ帽子をかぶっている。なんか、何やっけ、ベレー帽みたいな。違った？メイちゃんかぶっとるかな？いいえ。答えは、いいえでした。ああ、よかった。あ、そう、それそれ、キャスケットが言いたかった。あ、でも、キャスケットはキャスケットなんや。共通点クイズ、最終問題。よかった、素材が違っとったね。クマちゃんとトモちゃんは友達である。クマちゃんとトモちゃん、なんかちょっと友達になってほしいね、この二人。なってないとしたら。すごいなんかパステルチックな二人やん。友達ではないんかな、今は。いいえでした。おー、つながろ。ここつながろ。ピンクと水色かわいいよ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。ほいほい。どれか選んでください。一番大きいの。お宝、タヌキの置物をもらいました。さあ、それじゃあ。めっちゃ走り回りよる。超走り回りよる。さあ、それじゃあ、みんなに募金を。みんなに募金を募りに行きましょう。さあみんなじゃんじゃん入れてって。じゃん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 。あれは募金箱の見張りに来たあゆなかしら。格好が。今日は 26,100 円集まりました。ありがとう。はい、そして、ひるいち。誰にでもよく似合う、パイナップルのアロハシャツだよ。パイナップルのアロハシャツ、ニューやニュー、買います。マイドアリ。はい。ね、今までなかったね、これ。かわいいパイナップルのアロハシャツ。はい、そして、ミニニュース見てこう。になりました。お、早速やん。ミニニュースをお伝えします。早速やん。ニュースの時に、天空から、リボタンと見られる神様が、獣耳。それともシマエルタイプとかそういう。リボちゃん、うっかりだな。神様なのにすごくうっかりだな。いいと思う。
そういう、そういう。努力は認めますけどね。なんか、切ないです。もう、夜空さんとまなりさん、はい、何一緒におったんじゃない？なんで別々に、松井直しなんで別々にインタビュー受けやん？絶対デート中かなんかやったやろ。そんなね、もうちょっと別々の場所で聞き込みするとかしてよ。手抜きやん。待って、一軒家の方はあれかな？マークは何もないんかな？お、待って。二軒ハートマークがある。子供が生まれるね。どこだ？ガイタンくんとネムちゃん。お、ネムちゃんお呼び出ししましょう。え、ここ、久々じゃない？子供。ね、久々よね。いいね。いいと思うよ。イエーイ、レベルアップ。どうしよっかな、服。カシュクール T シャツ、カウガール。カラフルストール。絶対こういうモコモコ系かわいいやろ。はい。服、カラフルストールをプレゼントしました。これからの季節にもね。ありがとうございます。いえいえ。マッチからのお返しです。お宝銀貨をもらいました。ありがとう。これもあげます。ほいほい。どんだけくれるんだよ。実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。キリキリ動けと言われても動けません。まあ、そういう人もいるよ。しょうがないよ。はい、タコスでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？美味しい？まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。ほい、そしてもう一組は？え、ハートマーク消えたんすけど。え、ノア君と会ったんやったんかな？もしかしてさっきの。お出かけかよ。あ、でももしかしたらこっちの一軒家じゃないわ。マンションの方に帰ってきたんじゃない？あ、ほらほらほら。あったーん。入ります。ノハくんとあったんは結構子供いっぱいおらん。切ない。私とノアの間に子供がいたら、と想像したりします。いいと思います。いいね。またこの島に子だくさん。またこの島に子供がたくさんになるよ。菊の着物、肩パッド、違うな。いちごのパー、大きいチェックのワンピ。大きいリボンのワンピース。これで。服、大きいリボンのワンピースをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。私からのお返しです。なんでしょう。もうちょっと大人っぽい服装の方が良かったかなって思う。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。これもあげます。実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。金貨がもう十分。お礼やけどね。そのまま自分の猫にしちゃいたいです。いいよいいよ、自分の猫にしちゃいなよ。はい。オムレツでもどうぞ。いただきます。ほい。どうすか。結構美味しかったようです。よかったよかった。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。久々にまたね、次々と子供たちが生まれて、そしてきっとまた旅立っていく。いいね。